はい、こんにちは。中学受験、算数基礎講座、今日で5回目です。今日はテープを貼り合わせていくっていうテーマでやっていきたいと思います。この中学受験、算数基礎講座は YouTube ね、中学受験さくららチャンネルだけで、この講座だけで中学受験のをマスターできるっていうふうに作っている講座です。もしもやってみようと思ったら、ぜひやってみてください。さあ、じゃあ早速やってみましょう。長さ10センチのテープをのりしろを2センチにしてつなぎます、ね、さあ10センチのテープをのりしろ2センチ、ね、こうね、でここからここまでまた10センチで、ここ2センチで、ここからここまで10センチ、ね、さあこの時テープを7本つなぐと全体の長さは何センチになりますか、ね、さあこれね、どういうふうに考えるかというとこうなるんです。例えば、初めのテープは、初めはちゃんと10センチあるんですよ。ね、1本目は10センチですよね、これね。さあ、しかし2本目は、これ見てください。よく見てください。ね、10センチあるんだけど、そのうち2センチはのりしろで使っちゃいますから、伸びるのは8センチだけですよね。10センチあっても2センチ伸びし、のりしろで使っちゃいますから8センチ伸びるだけなんです。さあ3本目も同じですね。本当は10センチあるんだけど2センチのりしろで使っちゃうから8センチしか伸びないんです。4本目も10センチあるけど2センチ伸びしろで使っちゃうから8センチしか伸びないんです。さあ、じゃあそうすると7本これをつないでいくとどうなるかっていうと、初めの1本は10センチなんだけど残りの 7-1 の6本は8センチしか伸びないんです。そうやって考えていくと、10センチ足す、初めの10足すね、6×8 ですよね。ね、10足す6、8、18。58センチです。いい？はじめの1本だけ10センチで、あとはのりしろ引いた8しか伸びないんですよ。8しか伸びないんです。8しか伸びないんです。じゃあそうやって考えていくと、全体の長さが2メートル50センチになるのはテープを何本つないだ時ですか、ね、さあこれも初めは10センチだよね。初めは10センチ。そして残りはずっと8センチずつ8センチずつ8センチずつ伸びていくわけです。そうだとすると2メートル50センチ、250センチですけど、250センチのうち初めの10センチは、初めの1センチは10センチですから、残り240センチ。これは8センチが、伸びて、張って、増えたものですから、240÷8は30。30本8センチに伸びてるのに使ったんですよね。だから初めの1本と8センチずつ伸びていった30本ですから、30足す1は31、31本になるわけです。さあ、じゃあ次ね、まあパターンほぼ一緒ですから、できそうだなと思ったら、動画止めてやってみてください。一辺4センチの正方形を図のように重ねます。さあ、4センチの正方形を今度この2センチ ×2 センチ、ここをのりしろにして貼っていく。今度こちらも2センチ ×2 センチをのりしろにして貼っていく。
ここも貼っていくという形。さあ、紙を8枚重ねるとき全体の面積は何平方センチメートルか。さあ、これも考え方は一緒なんです。はじめの1枚は 4×4 の16平方センチメートルですよね。さあ、その次の2枚目は 2×2 の4平方センチメートル減りますから、ここの部分だけ増えるわけです。さあ、ここの部分は 16-4 の12平方センチメートルですよね。12平方センチメートル増えるわけです。さあ、3枚目も12平方センチメートルだけ伸びますよね。のりしろはないわけです。4枚目も12平方センチメートルずつ伸びるわけです。だから、はじめの1枚だけ16平方センチメートルで、あとは全部12ずつ伸びていくわけです。さあ、じゃあ8枚紙を重ねると、はじめは16平方センチメートルで、あとの7枚は12平方センチメートルずつの増えるわけですから、16+12×7 ってことになりますよね。12が7つできるわけです。16+12×7、7×2×14×7=84ですから、16+84は100ですね。100平方センチメートル。じゃあ、図形全体の面積が220平方センチメートルになるのは何枚重ねた時ですか、ね、さあ、これも同じなんです。はじめの1枚は16平方センチメートルなんですよね。あとの2枚目からは12平方センチメートルずつ伸びていくわけです。さあ、そうすると220のうち16、1枚引きます。220-16は204だから、ここの部分12平方センチメートルずつ増えていった部分の面積は 12×四角枚で204平方センチメートルなわけです。だから 204÷12 をすると、この枚数が出ますよね。 204÷12 は17、つまり12平方センチメートルずつ増えたのは、これ17枚あるわけです。17枚だから、初めの1枚とその後17枚ですから、1+17は18、18枚ね。1を足すことを忘れないように、ね、いいなと思ったら、いや、やってみようと思ったら、チャンネル登録お願いします。では、今日はここまでにしましょう。